prepare to strike. Now. さあもうどんどん始めていってください。さあ心配さんとスーさん、スーさんが竜ですね。竜巻。さあ心配さんの剣が竜巻で攻めていく。さあ足払い刺していく。さあ石崎ザファンジャパンの後ろがいいねいいねとなんか AV のような声が響いてきますね。そのつま先いいよ。あ後ろがやらしい声援を送っているが昇竜体育。さあ新米さん、あっとこの陣内は投げやすいと思いきや、さあ竜側がタックル、空中タックル見せつけてくる。めくり中キック、ダイヤシン、あっと体力わからないぞこれ。デジっぱなして、あらあらあらあーリープ、あーなんという拍手、大喝采。スーさん一本。さあ石崎ザジャパンはなかなか団結力がある。さすかし投げ投げ、コアコアリープ、これはガード。さあジャンプ中入るがダイヤシー投げる、コアシー投げる、これはスタンチもヤバくなってきた。あーあー、まずは石崎ジャパン新米さんお疲れ様でした。さあこちらの時報はもう藤健さんが全て一人で順番を決めるということなんで、藤健さんに指名された人からいきます。 MOT さんですね。キャラがわからないです、出てないんで。さあどんどんスタートをして始めていってください。 MOT さんのキャラはアレックス主人公。さあどのような動きを見せてくれるのか、竜対アレックス。さあ積極的にジャンプしていく、対して冷静に大足で追い払っていく。エルボー大足、あーとまたしてもかっこいいショルダータックルみたいなのが見える。大足、この大足に一応反角は EX エルボーあるけど、ためがないと反撃できない。あーパブ、ここからの置き攻めは、さあ画面端だけ、このアレックスはガチ、画面端の置き攻めはガチ。あー出ないが、出たー飛んで、あー大惨事になっている、まだ生きてる。おー You can escape。 さあ逃げられなかった理由。ファイターズレディさあ MOT さんいいぞ、前捨て投げとプロタイク投げる。さあスーさん冷静ですね、中パンで追い払っていく。さあリープ小パン中パンと MOT さん細かい技を刻んでいくが、龍がうまい具合に切り返して、さあエルボーゲージはあるが、お互いゲージある、電陣波動拳、これは死んでしまったー。スーさん二人抜き、いやまだまだまだ1-1だ、ごめんなさい嘘つきました。さあ一転してゲージ状況が悪くなった竜、ダイヤシには反撃できない。あっとブーメランレイド、これは入る。さあ1も切り返せるが、投げてケチマワーを出た。この技を見るとなんかパロのリマーレコ思い出してしまうこれレジェンド勢だ。わー MOT さん取ってくれた、まだ続きますよ、連戦でございます、勝ち抜きなんで。石崎ジャパン次の選手を決めてください。石崎さんからアグレスさんの指名が入る。なんか一応石崎ジャパンなのにちょっとリーダーの石崎さんが自信なさそうに、あ
あ、出ましたね、チュンリー。この組み合わせ、アレックス終わってると評判の組み合わせ。ただゲージが溜まるまでは、ゲージが溜まるまではアレックスまだいける。さあ画面端だけは生き生きとしてやっていきたい。あー切り返される。さあまだゲージが溜まっていない。一応台足は差し合いになる。あー抑制入って、てかアグレスさん結構動きがうまいぞこれ。これちょっと藤剣チーム、これちょっと強い人いないとこれ狩られちゃうんじゃないですか。これ若干やばいっすよ。ラスピバー、もうこれはね、アレックスほんとね、寝かして画面端の時しか元気な時はないと言われた組み合わせ。さあ、まあ確かに性的な発言でしたね今のはね。寝かして画面端を取らないと。さあ投げがやーやーと言ってるんで SGGK が出てるんでしょう。さあもう確認もできてるし SGGK もできてるという、これは非常に厳しい相手。おーこうやって画面端いきますよ。画面端寝たいってない。あー終わってしまった。いってない。さあ藤剣チームこれ困りましたね。これどうしましょうかね。あ、もう俺行っていいっすか。あ、いいっすか。いやそれちょっとまずいんで。あ、はい、もう相手強いの分かってるんでこっちはぶっ壊す感じでいきましょうか。ヒロロ村さん、まこと。さあ相手は中足確認を装備しているチュンリー、対して荒らしていきたいヒロロ村。ていうかもうこの台形100列を出すあたりやり込みを感じますよね。火山だー。これは正直つらい。ちょっとこっちおっとやばいっすね。まあまだでもヒロロ村さんならやってくれる。こう移動投げ、これやばいな。まあでもチュンリー誠はこれ結構いい勝負だと思うんで、組み合わせ的にはね。あー避けられて投げ。さあ正中線も溜まっている。いやーこれはこれは厳しい。しかしまだ砲翼は溜まっていない。ここでなんとか追いつきたいところだが投げ。さあアグレスさんが眉一つ動かさない冷静なプレイ。誠まだいますよね。弟さんならやってくれる。もうこれぶっ壊す感じでいきましょう。さあ丹田電気攻めの方荒らす気満々です。堅牢なチュンリーの守りを崩していくことができるか。おーっと大パンにいきなりチェスト差し込む。唐草これはいいぞ。おお下ろしていく。さあチュンリーが耐久もできない。これは押せるぞ。さあ砲翼線溜まって、ここから投げと中足の2択が、おっとミスター。これは弟さんのプレッシャーがかかっているということか。さあどうする。あーいやまだわからない。殺しきれないので、危ない、これあわーやめてー。アグレスさんの冷静さが、しかし負けていない。やってもいいんだよ。赤くなってもいいんだよ。さあ誠側がまだ SA 残している。おお弟さんまだ負けていない。弟さんの動きは死んでいない。さあコア中足大足、ああこれ終わったろ。大バンチェス
っとさあ取り返すだぞこれ。アグレスさんちょっと動揺した。さあ山瀬一発だけ。さあ中継当てる。これはおっと確認が出なくなってきた。さあプレッシャーかかっているぞ。大剣体育見ている。ああカラクさんこれは使うのか。使わない。ああやばいやばいやばい。逆にやばい逆にやばい。いや、にやわか。いやー今ちょっとヒヤッとしましたけどね。あの壊しチェストガードされたから、あこれ死んだかなと。砲翼戦でダウンしてもう一回砲翼戦で死にますからねあれね。さあ石崎ジャパンやばいんじゃないですかこれ。さあ出てきたのはこれ誰でしょうか。名前がごめんなさい、わからない。レミ、あ、筆箱さん、筆箱さんだ。さあ、力強い誠に対して出てきたのはちょっと線の細いレミ。火力差はもう圧倒的にあるんですけど、立ち回りでどこまで追い払えるか。さあ筆箱さん冷静な動きですからね先ほどから。おっとウエソニックを前捨てでくぐって唐草と。さあ厳しい。コアチチェストを出し切っていく。さあアグレスさんが散った今、弟さんが今度は乗っている。あっとこれはガード不能ですよ。減りすぎ減りすぎ。あはいはい9カウントで KO。 さあここで石崎ジャパンと藤健軍団並びましたね 4-4。 さあどうする。誠に対して有効なキャラを持っているのか石崎ジャパン。あんまりね誠に有利つくキャラって俺は聞いたことないですけど。ここで石崎ジャパンのなんでしょうね、速筋というべきでしょうか。2枚だにゃ。なかなか楽しい試合が見れそうですねこれね。おー迷う。あー投げは空振る。さあ昇竜拳、そういうゲームじゃないからこれ。まだまだそういう時間じゃないんじゃないですか。あと ここからそういう時間です。ここからそういう時間。逃げていく今井が。わー昇竜これはガード不能ガード不能ガード不能。落としてちょー、あれ今のちょっとキャラの優遇さを感じますね。しゃがみ中キック後ろに判定が下がるというのもあるんで。あーこれは2枚ちょっと最後はいいとこがなかった。しかしまだ1ラウンド目なんで、でかい技3発食らって剣と体力4割減る。おっあー竜巻。これはガード不能ですよ、ガード不能ですよ。そう離れていく。おーまたしてもやっちゃう。あいやもうガードできますよ。あーちょっと分かってたか分かってないか分かんないけど、ダイヤシ食らう。あーこれはCPUっぽい。でも確定っぽい勢いで。さあ空対空で弟さん先ほどから競り勝ってます。おお振り向き昇竜スマホっぽい。あとは陣体があれば入っていたが、さあここで弟さんのゲージが怪しく光る。出すのか出すのか探偵。
謎巻き EX なら美味しかったか。ディープ人体はいかない、まあ、入らないんで今の場合。さあこれも、あー今巻き込んでいたら2枚が逆に勝ってたような、読みは良かったんですけどね、お父さんの反応がそれ以上に早かった。さあ誠を止められる人は誰かいないのか。全ては石崎さんの采配にかかっている。さあ石崎さんの近くにいる側近のルリオがアドバイスしていく。さあ出てきました、誰でしょう誰でしょう、ニクダさん。ニクダさんはユリアン、ユリアンですね。さあ石崎さんを考慮してか、色は違う色。さあこの弟さんの勢いを止めることができるか。なかなか技を刻んで投げとのバランスがいいぞ、ニクダさん。殴り合い、お互い殴り合い、半分以上カードしてないぞこれ。おっとこれはさあカードしない、カードできない。あさあ拍手喝采、お父さんちょっとピンチ。丹田エンジンは出てないはずなのにガードはしない。エンジンじゃない、丹田電気。あこれやばい、これやばい、これはやばい。なぜ下がるなぜ下がったし、ガードはできませんよこれ。ほんと投げと打撃の二択を一生してればいいとか。あこれはうまい、確認がうまい、タックルタックル、これはたまるぞ、たまってしまうと誠、あチェストからの、あスタン、あおられた、顔真っ赤です。さあ盛り上がってますね、肘、肘を投げる。さあ弟さんが息を吹き返して、いいです、これはダウンタウン、手前だったらどうするんだという。さあ肉田さんが押されている、またしてもスタンチが危険な域に入っているが、エイジスはある。おっ投げれば、投げればワンチャン。あー対空はできない、下がる、下がるが、そうですね、これこれもう無理でしょ、これ無理でしょ。あこれはかなり厳しい、厳しい。さあもう一本溜まるぞ、落とした。あーこれはやばい、浮いてしまう。弟さん、しかし2人抜いた、3人抜いた。さあ、藤健軍団、誰を投入しますか。無職で、無職でってなんかじゃあ、無職さんが、どうぞスタートしてください。自信を持って無職を送り出す剣、無職さんのキャラは剣。剣対ユリアン、おっと開幕前捨て投げ、ニクダさんが押していく、投げる。さあ柔道始まっているのかも、上杉谷が先ほどから潜られている。しかしエイジさんある、この張り方は非常にいやらしい。さあ端から逃げる、とりあえずは離れて人体入る、これで追いついた。さあユリアンゲージもまだ溜まっていない。さあいいぞ、無職押していく、あー溜まってないからまだいける。あーエイジス出ちゃった。さあ気を取り直して2ラウンド目いきたい。無職さんゲージを吐いているので、ゲージもうちょっとで陣内溜まりそう。中足刺していく。さあユリアンが中足を潰す技はいっぱいある、ただリターン
ンはやっぱ中足ですよね、剣の中足。もう浮いて、これはエイジス冷静に離れて手前張り、これは2枚目。あー、ウィンダー無色さん、エイジスの前に散ってしまう。さあ、肉田さん、これもまた強敵現れですね。さあ、藤健さん、誰を選びますか。ウニポンさん、ユリアンにヒューゴを送り出す。俺今ちょっと頭の中が真っ白になるよ。いいのみたいな。それウエスフィアだけで死んじゃうよっていう。あなたの出番よ。まあね、なんかこれ会長とかいうどっちも使う人がいるんですけど、この組み合わせなんかスタンさせればヒューゴ勝てるとかよくわからないこと言ってた。まあ、ユリアンはスタンチが短いとか言って、どう見ても標準キャラなんですけど、まあ、ヒューゴよりは長いですね。おっと、パームはダイヤ刺されて、なんとリードしているのはウニポン。あー、この手前張りというかエイジさ、コパコパ丁寧に鏡を割っていく。ウエスピアが邪魔くさい。空中で食らおうものならだよ。デンジャーセットマット出ていた。これは鏡が出ちゃう。あー、浮いてしまう。そしてさらに重なって死ぬ間際だが、ウニポン、ここは何匹を見せられるか。まだある、あるぞ。あー、鏡がちょっとこれどう見てもキャラさと言わざるを得ない部分が。さあ、ユリアンはもうゲージ溜め放題。なかなかヒューゴがリスクを負わせられない。もうユリアン近づく必要はないんですよ。追い払ってゲージ溜めて、ゲージ溜まれば近づけばいい。はい、足が長い。あー、倒れるがエイジスはまだ張らない。さあ、しかしヒューゴも一本溜まっている。さあ、無理やり強引に近づいて、坂上橋の置き攻め、上げられた。これは2枚ある。あー、浮いて死にはしないが2枚目が出てしまうね。これをしのげば回していける。まだワンチャンあると思うけど、これに近づくのは厳しい。おっと、中盤、しかし中盤じゃ足りない。宇治県軍団押されている。というかこれは采配ミスでしょ。これはちょっと。これはおともさんですよね。おともさんなのかちょっと分かんないですけど、はい、じゃあおともさん、ラッツ取りできました。さあ、ウニポンさんが無残にも藤健さんの手によって散らされてしまったと言ってもおかしくない。その敵を取るのはおともさん。赤いダットリーといえば北海道では有名なダットリーがいたんですけど、最近メッポを見なくなりました。総本拠で見た。総本拠で目撃、内野さん。アパカ、あ、もう一回アパカしてほしかったか。しかし押しているのはお友さん。おー、ショートスイング。単体で見たら超性能な技ですからね、ショートスイング。アパカに、まあ中足は入るんですけど、ユリアンには安いんで結構気軽に振っていける技。投げ、さあ、ユリアンの置き攻めもやばいが、ラットリーの置き攻めも相当やばい。シンプルにダート重ねて出ない。うわー、アパカ押している。効果入って、これは虫の息か。あー、2枚ある、2回食らうと死ぬ。浮いて、あ、え、出しちゃうの。出しちゃったら、あ、でも結果オーライっぽいですよね。絶対やると、絶対は。まあ、ユリアンもそれ読んで何も重ねなかったのかなと思ったんですけど、
コークされてしまう。さあ石崎ジャパン、肉田さんでもかなりいきましたね。3立て、ここで出てくるのは、荒川さんの竜、竜体だったり立ち回りは確かに竜いける。立ち大キックが、そう、あと竜巻がしゃがみでもガードになるんで、立ちしゃがみの大足と中足竜巻出し切りという結構いい組み合わせだが、やはりダメージあるのはダットリーというか普通にうまい。これあとガーブロー。さあ荒川さんがあれよあれよと負けてしまったが、台形入る。おっと立ち回りでできれば取っていきたい竜側、上竜。あっとこの画面端で寝てしまうと危険。取って下ブロックって前中アパカー、もう上竜を押し返して体力は5分。これはどうする、どうなる、空対空。さあ竜が立ち回りでは立っている。あと一発圏内は大パンチ。荒川さんも負けていない。大剣、さあちょっとヤバくなってきたぞ。おっ投げ、下風呂さっき見せたから投げられたんですかね。どうし、ちょっとヒヤッとしたが、アパが返していく。ダート立ち返り、さあゲージ2本たがってコーク出し切り。これはこれはどうする、厳しい厳しい。おっ、ああ終わった、生きている。いやー死ななきゃ安いといった状況だったが、押し切ったのは大友さん。さあ石崎ジャパンだんだん数が減ってきまして、もうある程度やってる人しか残っていない。これはどうするか。さあ残りタイム18-17と減ってるんで、さあここは命なんですね。ユンがようやく出てきた。向こうユン2枚いるうちのやっと1枚目が出てきましたね。さあもうユン対ダットリーとサードっぽい光景になってまいりました。リュウとかアレックスとかは甘えなんだよ。ホント2勝は体育、無敵時間はないですね。さあダットリーが大幅有利、投げ返して、これはやばい。ダートショットはガードして、あっとこれは死んだ。ダットリーに幻影コンボはちょっと難しい。離れるんですよね。ダットリーに幻影小牧師を当てるのは至難の技ですから。デクライン手前落ち。さあユンの方が手数は多いがダメージ単価でダットリーが取っている。ここは怖っ、終わる。あーっと帯からのコーク、これはやばいぞ。あーこれは死んでしまう。体力安い方を選択してしまった。これは締めが入ってもまだ生きてるぞ。おーこれは削るよね。やはりその技強い。大友さん押している。これはどうなる。さあ向こう考え中、あと25カウントですよ。さあ石崎さんの判断力のなさが目立ちますね。
アイサキさんは残してくる。さあレジェンド勢から高木さん参戦。高木さん昔からの強豪プレイヤーです。動きに熱気を感じる。投げて深め足。いやーでも赤いナットリーの高木さんと誠が戦っているのを見るとイチローさんを思い出さざるを得ない。あこの辺はイチローさん、あイチローさん、あーそこまでイチローさんを真似しなくてもいいと思うんですけど、まあ、でもイチローさんの得意技はコアコア EX ジェットアッパーですから、どうやったらあれが出るのか俺には理解できない。さあちょっとヒヤッとしましたけど、お友さんが取っていく。さあ一転して今度は高木さんのターン、おー出し切って、これはさすがに死ぬでしょう。しかしゲージを吐いてしまった誠。まあでもね、ここに試させる前に倒すっていう意味では効率はいい。投げられる。ガガメ足で大足に刺していく。おっと空中剣、おっとガメ足ちょってしまって、ジェットアッパー、ロケットアッパーだっけ、あっと2発にしている。これは分かんないぞ。触ればダットに勝ちでしょうけど、お互い火力はある。おっとー、あーなぜ2発出し切るのだ。いいでありますよ。さあ紳士的なジャンプジャッキングでとどめを刺していく。さあ強いぞお友さん。さあそろそろ石崎ジャパン出す人がいなくなってきた。ここは最強キャラのチュンリーを使ってくる。太ももチュンリー。さあ太ももさんのチュンリーを見るのは1年ぶりどころじゃない。投げる。この組み合わせはチュンリー有利でしょうけど、ダットリーの火力があれば何でもできる。あースタン、あーさっきチーム戦は真面目にやるって言ってたのに、これで死んだらちょっとね、石崎さんに2、3発殴られても文句は言われない。佐藤さんがボタンを気にしている。さあやっていく。ないない、アパが入ってアパカは入らない。中段入るが、まあゲージ状況は何であれとにかくダウンを取らないと始まらないんで、フォークは貴重なダウンを取れる技なんですけど、アパカダメージいいところ取っていく。さあこれは抑線は溜まっているので中足触れてしまうとダットに促進するが、これは太ももさんクオリティ。あー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 イチローさん、イチローさん、あーなんとか。さあ謎の盛り上がり、お互い2回ぐらい殺せるチャンスあったんですけど、ワンツースリー、投げて画面走って壊し早すぎる。あっけ後方よく、じゃあ消え見えない。さあゲージあるチュンリー、これは有利と言わざるを得ない状況だが、ダットリーがどう立ち回っていくか。アッパか、分かんなくなった。これはあレッツゴージャスティン。太ももさんがここでお友さんを止める。おっとこっちも4人残ってます。なるみさん、
さあ、どこに？なるみさんのキャラは？おっと、剣ですね。無事剣チームの残りはなるみさんを含めて残り1、2、3、4人。対する石崎ジャパンは布団さん入れて3人。非常に拮抗してる状況ではあります。しかしここからの1勝は大きいでしょうね。投げ、なるみさんが勢いよく押していく。あっと、完全に今補助線入れてたはずが出なかった。投げ、逆列、そして PA。 サードのいいとこですね、勝ち PA。 あっと、なんかいろいろ安いどころか、ただ安い。あー、やっと出た。布団さんの保育線は4分の1で出ます。バファリンで優しさより少ない波動拳。あー、でもこの体力巻き返せたら奇跡と言っていい。ジャスティン、ちょっと動いたけどね。これはどうするべきでしょうか。藤健さん、俺、わかりました。Hey!
go for it. Let's go.
You win.